当時 CBR とかいくらで売ってたんですか？安かったですよ、18万とか、うん、わー安い、安いっす、安いね。今その金額じゃ絶対今回ね、うん、いやだってもう今 200-300万しますもんね、うん、で今 CBX よりも CBR の方が弾が少ない、うん、少ないらしい。結局 CBR はその当時もうクソみたいなバイクでこう結局適当に扱われてきとってよ、うん、で CBX は大事にされると思うよね、うん、まだ CBX の方が今弾数があるんだって。逆に CBR の方が弾数がないって、ちょっとずつ今 CBR の金額が上がるよって言った、うん、でしかもなんかそのフルノーマルとかめちゃくちゃ高いですもんね。めちゃくちゃ高い、見ないですよね。フルノーマルってもう何も改造してないですか？そうそうそう、あ逆にみんな続機が続車にするけんさ、なるほど、高いんですね、そっちの方が。そうそう、ちなみに CBX の X ってどっから来そうか知らんね。え CBX の X? 全然知らん。純正マフラーの、4気筒やない、はい、でここは普通なんよ、はい、でもこっちだけが X なんです。でそれでこっちにこう回されたんだよ。でその X で、あ知るんですか？知ることです。へ、そうそうそう、CB は何ですか？ CB はもともとほら4でもそうやん、 CB 系から始まったの。 CB400-4 とかですか？そう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 、その CB の意味は？ CB の意味は知らん知らんバイト、知らん前のシーン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 ですね。これ今マートどはい、マートったい、そうか、タバコはどうなんやろうと思いながら、タバコはどうなんやろうと思いはい、すいません。おいっす、おいっす。さあ、今日も元気にはいやっていきましょうかねと思っておりますが、はい、あれどうなったんですか？シルバーの盾、おお、あの10万の盾完全に忘れると、まだ申請は何もしてない、申請じゃない感じだろ、だってあれ申請してみたの回でございます。あー、申請してみたの回でございます。申請してみましょう。あ、もう今ここで、うん、やり方が分からん。え、だからパソコンでなんかそのマイページみたいなところからできるんじゃないですか？そうなの？ YouTube のどっからどうするっていうのか、クリエイターサポートチャット。あ、そっから行かないかんと、はい、今の時間ダメや。あ、そうなんですか。うん、あ、時間帯がある、時間帯がある。チャットはね、こっから入るよ。で、いろいろやり取りができるじゃん。あ、クーポンコードが来てない。うん、来てないと。で、それをなんかね、まあ俺が聞いたのは、はい、それでチャットでどうしたらいいですかっていうのを聞いて、あ、じゃあ送りますねっていう風な流れから入っていくんだって。はい、残念ながら金の盾は申請できませんでした。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日の動画はここで。え？それこそね、結構多分佐田さんの動画を上げてから、はい、反響というか、こういうのも喋ってくださいっていうのが多かったのが、はい、福岡の暴走族ってあんまりほら知られてないよね、はい、やっぱほら、日本で有名なってなるとやっぱその東京寄り その暴走族の方がやっぱ、うん、マスコミが取り上げやすいけん、だけ福岡の暴走族ってあんまり知られてないらしいよね。それこそその佐田さんが出てきてくれたけん、はい、その福岡のあれがこう有名になったけど、はい、でもその詳細をまだ知りたいみたいないうのが、いうのがあった、なんか。だけその、なんていう暴走族があるんですかみたいな。ああ、なるほどですね。うん、だけそれをこうあれしていくと、まあまあまあ、じゃあそこ詳細に言おうか。はい、俺がおる、まあ、城南区ね。はい、城南区で言うと、ルパンって、要は涙に犯罪って書いてルパン。これが俺がおったとこね。はい、で、城南区で言うと、みことって言って、命って書いてみこと。ここに俺のね、八個上に伝説的な先輩がおるじゃん。まあ、すごかったでしょ。この人が多分福岡で一番って言われ、まあ八個上の中ではね、はい、福岡では一番って。言われた人、ちょっともう名前はちょっとおこがましくて言えんけどね、俺らの同年代で初めて、城南六門って言って、もともと東区の方に六門線っていう暴走族があったんよ。でそれの城南支部っていう形で城南六門っていうのができた。他なんか城南区で何かあったっすかね。城南区はまあ言ったらガキで言うと、まあ、ガキっていう、まあ、連合体の、まあ、一つの大きな暴走族があるよね、はい、支部がいっぱいある。でそこに楽器の中に梅連っていうのがあって、で夜叉があって、略夜でメリールと、あと何があったかいな、
あと何かあったね、まあまあガキの本部っていうのもあって、で、それが、まあ福岡でいうと大きなところで、もう一つ邪悪っていうところがあって、はい、まあここは邪悪っていうのはうちにおるみくるださんね、みくるださんがおったとこ、あまあ誰もね暴走族なんで、で、邪悪で言ったら何があるとかね、これ邪悪っていうのはちょっとこうなんていうとかな、規定というか、はい、邪悪何々支部っていうふうに全部言うんよね。でもその何々っていう名前が一文字じゃないといかんじゃん。そんなあるんですね、規定が。だけ、邪悪博多間支部、博多間間支部、要は間は何ですか。間、ま、っていう漢字一文字、もうこの漢字一文字で間支部ですね。そう、間支部って大体言われたんですね。うん、で、忍びとか、皆殺し、幻、それから何があったかいな、他サワラマ支部。ああ、サワラマ支部もあったね。だけどこれもサワラマ支部やけど石馬支部なんよ、これも。あと何があったかいな、俺らの時代で言うとそんくらいかな、5支部ぐらいですね、その時。ね、うん、で、これね、言い出したらキリがないんちゃうね、多分ね。いや、すげーなと思って、そんないっぱいあると思って。いっぱいある、いっぱいある。これ、例えば、どこだ、西区の方に行くと残虐っていうのがあって、ゴジラっていうのがあって、で、しぶきっていうのがあって、で、西区にはあれもある、北垣ルパンって言って、西ルパンっていうのがあったんよね、うちのその支部的な感じの、はい、で、どっかな、あと中央区に行くと、あ、中央区に行ったら何があったかいな、中央区ガキが多かったですね。ああ、ガキか、あとサンセットがあったか。ああ、そうですね、サンセット当時ですね、うん、で、博多区に行くと、ちょっとなんか、これ、もし出てきてないところの方にはちょっと申し訳ない、ちょっと俺もうる覚えでバーッと喋るよけん、博多区でいうと隠れんがあったか、はい、で、悟空、はい、で、白まだら、はい、ぐらいかな、俺がパッと今思い浮かぶのは。そうですね、南区はストリートがあるか、はい、博多ストリートで、南区他はもう全部他は邪悪ですよね。邪悪区ですね。ね、で、東区に行ったらマリア・フリッツですね。と、あと何かあったね、六門線ともう一丁、あそこですね、やったかな、あったんですよね。申し訳ない、もうここまでまあまあとりあえず、福岡市内だけでも30ぐらいはあるのかな、30近く。へえ、うん、まあそれこそさっき言ったその西区のしぶきの、はい、俺が兄弟って暴走族の時に言った人間がおるちゃうけど、俺らの同年代でこの俺の兄弟で正樹っていうのがおって、それこそ佐田さんと同じ名前の正樹ね、同じ感じで、へー、これがもう福岡では一番強かった、もう伝説的に強かった。本人は喧嘩が大嫌い、はい、大嫌いちゃうけど喧嘩が強いもんね。先輩たちに、はい、お前やってこいって言われて、福岡の結構有名な人間たちは全部やられてきたっていう。だけど普通なら、例えば佐田さんの例で挙げさせてもらったら、もうバンバン喧嘩しまくって名前を売ってきたって感じなんよ、はい、その俺のその兄弟の方の正樹は全く喧嘩が嫌いなのに無理やり喧嘩をさせられていつの間にか有名になっとったっていうそういうなり方もまあ世の中にはあるっていう、ちょっと珍しいタイプの超、確かに、うん、で体もね結構でかいだよ。今で今まあその当時でもそうやけど、もう90キロぐらいあるっちゃうけど、もう瞬発力がすごいっちゃう。そんだけ太っとってもバク転バク宙普通にして。筋肉質なんですか。そこじゃなくて。いやそうでもない。そうでもない。そうでもない。いやでもね、その彼の喧嘩を見た時にね、うわすごいねって思うような喧嘩をする。もう一発一発がすごい、プロレスラーみたいな、ほんとそんな感じ、一回見たのが、まあ、相手の首輪かばって掴んでそのままカバーって投げ倒してそのまま失神みたいな、まあ、ちょっと話が長くなりました。まあ、福岡の暴走族こんな感じです。もうどうなんですか、ミクルダさんたちの時の方が全盛期なんですか。僕らの時がそうですね、全盛期でしたね。全盛期って言っても全盛期の最後らへん、まだ拡大単位で、ミクルダさんたちが走りよう時って、うん、俺まだ中学生で、うん、俺そのギャラリーでついていきよった時あったっちゃうけど、はい、大きな道路202号線とかそういうとこ行ったら、はい、ギャラリーまだ
ぱいいましたもんね。いや、めちゃくちゃいました。めちゃくちゃあった。もうほんと暴走とか通ってきたら、例えば本屋さんの前、本屋さんでみんながなんか立ち読みしよって、うん、音が聞こえてきたみたいな感じになったら、ブワーってみんなこう寄ってきて、で、みんなでなんか踊りながらっていうのがまだ、俺がそれが中学、低学年の時、ポッと。はい、それをわざわざ見に来るんですか？そうそうそう、それをわざわざ真っ当と、へぇ、例えば歩道橋の上とか、すごいですね。そんな時代よ。え、その周りで踊ってるんですか？踊る暴走とかめっちゃバカにしてるこういう時代なんだけど、バーって来て、で、そのそれギャラリーも煽るよ、なんかこう案内して、そうそう、だからあのノット人間もそこでバン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 かかって、いやそう、そこ踊ってるのって竹の子族とかなんですか？違う竹の子族もね、わからんもんね、時代がね、もうしかもバカにしかもまあでもそうだよな、年代からしたらそうだよな。ああ、そうだね、うん、まあだけど、ほんと三倉さんたちがほんと全盛期最終らへん、もう俺らの時はギャラリーなんてほとんどおらなかった。ただあの暴走しながら、例えば桃地とかそういうとこに行くと、あ、よくナンパはできよったけどね、あ、もう乗りたいって、はい、うん、そんな時代があったはいなんかバカにされたっていうだけど、でもね、俺らの時はもう本当チーマーとかが出てきた時代やけん、だけどもう本当にもうなんか二分されていった時やけど、まだ三倉さんたちは不良がヤンキーでしかない、そんな時代、あのロン毛なんてそんなもう、ちょっと待って、お前おかしいけんまあまあ、今後もまた暴走族の話も思い出したらね、うん、なんかお話聞けるかもしれないですね、はい、大丈夫ですかね。あ、今日錦にボーイがあった。ああ、人差しボーイって、うん、人差しボーイこれ有名、はい、この人差し、はい、そこ聞かんと、はい、もう大丈夫ですもういろいろあるのに、もうお腹いっぱいです結構あるけどね、この人差しボーイはめちゃくちゃ有名よ。もう暴走族の話はお腹いっぱいです。あ、了解しましたじゃあまあ今日はこんな感じで、はい、はい、じゃあお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。切符逃げる頭まで、まだ先は投げ並べて言うて、茨の道かき分け走るだけ、血で汚れた手を洗い流し、食べる朝日ペンを握り刻む。